ピッピッピロリピロリチャンネル。はい、皆さんこんにちは。 IT 企業 OL 週末 YouTuber のピロリです。なんとタイトルにもある通り本に載りました。しかもですね、一気にね、2冊の本に載りました。本に載ること自体が初めての経験だったので、とっても嬉しいです。こちらの本にはなんとね、表紙に私がおります。今回はですね、まあどういった内容なのかとか、まあコロナ禍においてどんな感じでね、こう取材を進めていったのかとかね、まあどんな気持ちになったかみたいなところをね、雑談みたいな感じで喋っていくので、まあね、ちょっとね、ラジオ感覚で聞いていただけたらなと思います。それでは行ってみましょう。まずね、どんな本なのかっていうところをね、それぞれ紹介していこうと思います。一つ目のね、まず私が表紙になっている本から紹介すると、こちらは6月25日発売の MDN 編集部から出ている、リモートワークの達人たちに学ぶ家での働き方と物選びとっていう本です。 Kindle 版も出ていて、そちらはね、 Amazon とか楽天とかヨドバシから購入することができます。2つ目、5月28日に発売された宝島社から出ている、インレッド、私に嬉しい雑貨と家電ベストアイテムっていう本です。こちらはちょっと Kindle 版がないんですけれども、 Amazon からね、このリアルな本を購入することができます。じゃあそれぞれね、私が載っているところも含めてどういった本なのかっていうのをね、説明していきたいと思います。こちらはですね、もうタイトルにもある通り、リモートワークに関するね、働き方とね、物選びに関する本ですね。ここに私写ってるんですけど、ここね、トバログが写ってるんですよ。実際にこの本が届いてびっくりしたんですけれども、なんとね、私ピロリがジョン、トップバッターをね、務めさせていただいております。私のページはですね、こういうふうに10ページにわたっていて、もうすべてね、リモートワークについて語っています。今までもその YouTube とかでリモートワークについて語ってはきているんですけれども、 YouTube ではね、話したことがない、例えばオンとオフの切り替え方とか、あとはね、タイムスケジュール、リモートワーク中のタイムスケジュールっていうのが、もう30分単位で詳しくこう表になっているので、それもね、すごい見やすいかなと思います。お気に入りの写真はこのキュウリの私です。なんでキュウリになっているのかっていうのはね、ぜひね、あの本を読んでチェックしてみてください。自分以外のこうページもね、読んでみたんですよ。トバログももちろん載ってますし、クロスティっていう YouTube のチャンネルをされている野より哲平さんっていう方、この方ですね、はい、皆さんも見たことあるかなと思うんですけども、この方のリモートワーク環境とかも改めてね、紙でこうまとめて見ることができて、いやめちゃくちゃおしゃれだなとか、間接照明の使い方いいな、真似したいなみたいな感じで、かなりね、参考になる情報がね、いっぱい載っています。皆さん、この MDN 編集部さんって聞いたことありますか？なるほどデザインっていうね、本を出版されている編集部さんです。やっぱりね、デザインの本をたくさん扱ってきただけあって、レイアウトとか色使いとかデザインがね、すごくね、見やすいので、ぜひね、皆さん読んでみてほしいです。この本はどういった方にね、読んでほしいかというと、リモートワークをもっと効率化したいとか、リモートワークを進めるにあたっていい家具とかね、ガジェットを知りたいみたいな人にぜひおすすめの一冊です。そして続いてはですね、こちら私はね、どこで出ているかというと、じゃじゃん、はい、最初の巻頭のね、買ってよかったものを全部見せますっていうところに、はい、ここにね、写ってると思います。あとは最後のページの方にですね、見開き2ページで組んでもらっています。この本はね、こうリモートワークに特化している本というよりも、もっとね、幅広くて、おうち時間を楽しむための、まあ、雑貨とか家電とかのベストアイテムを紹介されているっていう本なんですね。例えば美容系とかキッチン系とか掃除系みたいな感じで、カテゴリーが分かれているのも読んでてね、面白いなって思いましたね。投資アイテムでね、これ欲しいなって思ったのがあったんですよね。これですね、はい、このね、自動窓拭き機みたいなやつです。3万9000円とちょっと高いんですけど、なんか窓に貼り付けてるだけで窓を掃除してくれるっていうのがめちゃくちゃ面白いなと思っていて、まあ、おうち時間をより楽しむための家電雑貨が知りたいっていう方は買ってみてください。で、ここからは実際に取材を受けてみてどうだったかっていうのをね、話していこうと思います。取材を受けて思ったのは、本のね、取材ってすごい楽しいなって思いましたし、出版社の方の仕事って大変そうだけどね、すごい楽しくてやりがいがありそうだなって思いました。宝島社も MDN もどちらも
YouTube の、 あの連絡を通してオファーを受けたんですけれども、ある程度こう自分の工数が取られるので、どうしようかなって思ったんですけれども、取材を受けることにしました。まあ、受けた理由としてはですね、単純にね、自分にメリットがあるかなと思って、YouTube 以外から自分を知ってもらうきっかけになるかなっていうふうに思ったんですよね。もう雑誌って自分のことを知らない人にも、まあ、届く可能性があるかなと思ったので、今回引き受けました。実際に取材を受けてみてどうだったかっていうと、なんかね、こう宝島社の方も MDN の方も丁寧で、本当にね、誠実に対応してくれてるなっていう印象を受けました。取材をするにあたり、やっぱりね、事前にめちゃくちゃ私の動画をね、見てくださっているんですよ。適当に声かけましたとか、再生回数がちょっと伸びてるからちょっと声かけましたっていう感じよりかは、こういう動画のこういう部分をぜひ掲載したいんですよねとか、やっぱりその取材するにあたって、この商品とかこういうのを訴求していくのはどうでしょうみたいな感じで、やっぱり提案をくれるんですよね。そういう姿勢がすごくプロで素敵だなっていうふうに思いました。そういった姿勢に惹かれて、私もいいものを作りたいっていう思いが出てきて、いや、こっちの商品じゃなくてこっちはどうですかとか、こういう訴求をしてはどうですかみたいな感じで結構提案をして、なんか一緒にこういいものを作り上げていこうみたいな感じで、途中からすごいね、なんて言うんだろうな、一体感っていうのが生まれて楽しかったなと思います。もうコロナ禍だったので、オンラインでのねベースで全部やり取りをしていましたね。一度も会わずにどちらも本が完成をしました。3月とか2月とかに声をかけていただいたんですけれども、実際にこう出版されたのが5月とか6月という形で、まあ、約3ヶ月ぐらい出版までに時間がかかっているんですよね。本に載っている登場人物分ね、その取材をしたりとか、原稿のね、赤入れとかをしているんだなって思うと、出版社の方の仕事って本当にね、大変なんだなってちょっと思いましたね。私は IT 業界で働いているので、いつもウェブベースでやり取りをするんですけれども、こういった紙に実際に形になっているものを見た時にすごいワクワクしたし、あと原稿とかもこう赤入れする時に、あ、これが紙になるんだって思うと、なんかすごいね、楽しかったんですよね。紙媒体で物を作っていくっていう仕事もすごく楽しそうだなっていうふうに思いました。宝島社さんと MDN さんっていう別の出版社の方とそれぞれね、力を合わせて作った作品なので、ぜひね、本屋さんで立ち読みじゃなくて買ってください。別にこれを買ってもね、私に利益は入らないんですけれども、一生懸命頑張ってね、作ったので買ってもらえると嬉しいです。この動画が良かったよという方は高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。